越中資料表題誌越中資料とは、第二本資料の定裁に倣って人代より1907年に、至る越中国関係の資料を集め、変年体に編集した資料集である。富山県では1909年9月29日より、同年10月3日に至るまでの期間、皇太子、義人新王の行刑を迎えた。越中資料は、この行刑に際する記念事業として、 通俗的に地理、遠隔、名所、旧跡、現世を略助する富山県企業と共に編纂が行われたものである。編纂事業は1907年12月より1909年3月にかけて行われ、編年体により、実験ごとに項目を立て、その概略を説明した後、関連の資料を提示するという、第二本資料に習った体裁になっている。 主として、監修校閲は、東京帝国大学教授文学博士三上三次、及び学習院大学教授兼東京帝国大学、助教授岡田正幸、校帝は文学史、沢部副生、印刷は、東京帝国大学資料編参係、食卓文学史、渡辺義助がそれぞれ担当し、また当時、富山県知事であった、聖五位、君四等、川上近春及び、 正語位、君母等を、宇佐美勝動を主犯とする各編参議員及び編参委員等が編参を行った。掲げられている資料は、六国史や、東鏡、徳川みといった高官の史書や、国史体系、文書類従、史跡集覧、第二本古文書等に収録されている文献を、はじめとして、個人や、自社の所蔵する未完の資料や、各市町村役場、 小学校、警察署の報告、あるいは、富山日本等の当時の新聞記事など幅広く、信頼できる資料集である。この地方の研究のためには、便利な資料であると、評価されている。現在、情景の5冊は、国立国会図書館デジタルコレクションにおいて閲覧が、可能である。ありがとうございます。